リップルがスペース X と提携、ついに XRP もイーロン銘柄の仲間入りを果たしました。 XRP のイーロン法の打ち上げ日は、こんばんは、マイケル健三です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回ですね、リップル社は新たにスペース X 社のパートナーでもありますジャレット・アイザックマンさんと手を組んだことが判明いたしました。この報道に受けですね、コミュニティ内ではかなりの盛り上がりを見せておりまして、 XRP もイーロン銘柄の仲間になどといったですね、声を出している方もいらっしゃいました。このイーロン・マスクさんはですね、ドージコインなどの犬系銘柄を特にお気に入りだというところで皆さんご存知かと思うんですが、今後ですね、リップルはどのように関わっていくのか、今回の動画ではですね、リップルの最新情報、こちらをですね詳しく解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。以前からですねお伝えをしていた山犬コインが無事ですね上場を果たしまして、1200倍を達成いたしました。上場前からですね、僕の動画をですね随時確認していただいた方はですね、上場時に利益を取ることができましたなどのですね、たくさんのご連絡いただきまして、僕としても本当に嬉しかったです。今後もですね、伸びる前の極秘情報というところをですね、僕のチャンネルでは随時お伝えをしていきますので、今のうちにチャンネル登録と概要欄にあります LINE の追加だけは忘れずにしておいていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。早速ですね本編に入っていくんですが、まずリップルの最新情報からですね、リップルがフォートレストラストを買収、米国でのライセンスを拡大とですね、コインテレグラフで記事が書かれております。金融テクノロジー企業リップルはですね、アメリカでの規制ライセンスのポートフォリオを拡大しまして、フォートレストラストを買収すると8日に発表しましたとありまして、ちなみにこのフォートレストラストとはですね、ブロックチェーンの組織の規制とテクノロジーインフラを提供しているところになっております。このフォートレストラストはですね、金融資産を保管することを許可するネバダ州の信託ライセンスというところを保有しておりますので、この買収に伴いですね、リップルが全米で保有する30以上のライセンスに加えられました。この報道にですね、リップルのモニカ・ロングさんはですね、ライセンスはエンタープライズ向けの最高クラスのカスタマーエクスペリエンスを構築し提供する強力な推進力だと話しております。合わせてですね、リップル CEO のガーリングハウスさんはですね、フォートレスブロックチェーンテクノロジーへの初期投資者として、私たちはチーム、ビジョン、技術を理解する機会を得た、彼らは2021年のローンチ以来定期的な収益とクリプトネイティブおよびクリプト初心者の顧客を強力に抱える印象的なビジネスを構築したと話しております。リップルはですね、現在の弱気相場の中でこのような買収などの取引を加速させていきまして、世界中にですね需要をどんどん拡大をしております。ちょっとここでですね、僕の動画を初めて見る方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に自己紹介をしたいと思います。僕はですね1997年生まれの26歳になっておりまして、最近ですね筋トレとサウナにハマっておりまして、体脂肪率がですね 10% に達したマイケル健三です。今までですね、いろんな投資をやってきまして、例えば FX、 バイナリーオプション、株、仮想通貨、不動産ですね、もうかれこれ5年ぐらいやっておりますからね。僕が投資を始めたきっかけとしてなんですが、20歳の時にですねアメリカに留学をしていたんですが、その時にある投資家と出会ったことで始めました。その人は後に僕の師匠のような存在になる方なんですが、その方からですね投資の全てを教わりまして、2021年の仮想通貨バブル期でですね億単位の利益を出すことに成功しました。僕は今現在ですねオーストラリアに移住をしまして、この師匠のように今度は僕が日本にいる皆さんに海外でしか獲得することができない情報をお届けしたいと思いまして、 YouTube 活動をしております。今の経済や流行のほとんどはですね海外から始まり日本に流れてくる仕組みになっているんですね。海外にいる僕だからこそですね、誰よりも早く有益情報をお届けすることも可能になっておりますし、仮想通貨はですね情報の鮮度というところがかなり大事になってきまして、あと1時間早かったらだったりとか、あと1日早かったら爆益を出せたのにということがですね当たり前の業界になっておりますので、僕からの情報をいち早く受け取ってですね送り人が1人でも多く出てほしいと強く思っております。そしてその僕からの情報をですねいち早く受け取るにはですね、 YouTube だけですと編集などもありましてですね遅くなってしまう可能性もありますので、公式 LINE も作成してあります。僕の LINE を登録していただくとですね、最短最速で僕からの有益な情報が受け取れますし、期待値抜群の有益コインをですね無料配布する企画を LINE 登録者限定で行っております。またですね僕が実際に投資をしている銘柄のポートフォリオの無料配布だったりとか、有益な IDO 情報、 LINE 登録者限定情報などを配信しておりますので、まだですね僕の LINE を登録してない方はですね、今のうちに概要欄から僕の LINE を追加していただき、僕と一緒にですね次のバブルでしっかりと送り人になれるように今から準備をしていければと思います。
そのですね、世界に需要を拡大しているリップルになってくるんですが、あのイーロン・マスクさんが CEO を務めるスペース X のですね、パートナー提携したことが明らかになりました。今回ですね、リップル社がスペース X 社のイーロン・マスクさんのパートナーでもありますジャレット・アイザックマンさんと手を組んだと報じておりまして、決済処理会社シフト4のですね、創設者億万長者はですね、2021年にスペース X のクルードラゴンカプセルで地球周回軌道を飛行しておりました。最新の展開としましてはですね、リップルはアイザックマンさんと協力して寄付プロジェクトに取り組んでいることを正式に発表しておりまして、リップルはですね、マウイ緊急対応基金への XRP および仮想通貨寄付プロジェクトにアイザックマンさんがですね、参加すると正式に発表しております。これに伴いですね、仮想通貨寄付ソリューションプロバイダーでもありますザ・ギビングブロックの慈善団体へのですね、仮想通貨寄付オプションの一つとして XRP が追加されております。この報道に対しましてですね、リップル社はですね、リップルはシフト4 CEO のジャレット・アイザックマンに加わり、マウイ救済基金に行われた次の5万ドルの仮想通貨寄付金は 200% 同額となりますというふうにですね、コメントをしております。このパートナーシップはですね、一方の当事者がですね、他方の当事者の寄付と一致する寄付マッチングが含まれております。リップルはですね、アイザックマンと同様に受け取った仮想通貨寄付の2倍、最大5万ドルを寄付することを約束していたんですよね。しかしこの提携はですね、スペース X とリップルとの完全的な関係を示すものではないようで、今後さらに明らかにされるべきことがあるかどうかというところはですね、今の段階では分かっていないようですね。ですが少なくともですね、イーロン・マスクさんと親交関係を持つアイザックマンさんとの手を組んだことでですね、リップルも今後イーロン・マスクさんが手掛けるプロジェクトとの提携をですね、する可能性もですね、ゼロではなくなったと思います。現にですね、スペース X とテスラはですね、自社商品を販売するためのウェブサイトにですね、同時コインに支払いオプションを追加していますし、他のプロジェクトもしくはですね、同時コインにプラスして XRP を利用できるようになるかどうなるのかというところがですね、すごく楽しみではありますよね。今後リップルはですね、加速をしまして世界に需要を拡大していき、オンライン決済サービスとしてですね、世界で一番利用される通貨になることを目指していると思いますので、その目指しているものといいますものはですね、イーロン・マスクさんが目指しているものと似ているもの、またはですね、同じになってくるかと思いますので、今後のリップルの動き、そしてイーロン・マスクの動向にも注目していきですね、僕の方でも情報を追っていきたいと思っております。やっぱりですね、イーロン・マスクが絡んでくるとなるとですね、非常に注目を浴びて上昇する傾向が非常に高い可能性がありますので、僕もですね、リップルとイーロン・マスクとの関係性をですね、随時追っていきたいと思いますので、そういった有益情報を最速で受け取っていきたいよという方はですね、今のうちにチャンネル登録の方を忘れずによろしくお願いいたします。また冒頭にもお話はしたんですが、山犬恋のようにですね、伸びる前の情報というものを僕のチャンネルでは随時配信しておりますので、概要欄にあります僕の LINE だけはですね、今のうちに追加をしてしっかりと限定情報を受け取るようにしていただければと思います。また概要欄にはですね、僕のテレグラムチャンネルもありますので、そちらの追加も忘れずにですね、今のうちによろしくお願いいたします。本日の動画はですね、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。